さて本日はこの Xperia Z のこのカメラ機能、これね13メガピクセルとかね、なんかねとりあえず綺麗らしいです。それでね、このカメラで一体どの程度のものが撮れるのか検証してみたいと思います。まずはね、 YouTuber らしく動画を撮影してみましょう。ちょっと野外行ってきます。はい、現在はねインカメラの方で撮影しております。ちょっと天気悪いですね。雨が降ってきました。そんな光のない状態でもどのぐらい撮れるのか見ていきましょう。はい、現在ばあちゃんの畑で育ってる野菜たちです。これはネギですね。お、結構よれますね。きれいきれい、いい感じ。おっと、風が強い。そしてこれが私のおじさんが手作りで作った机です。職人ですね、職人。そんでね、雨だというのに、私の洗濯物は外に干しっぱなしでございます。ちょっとね、中取り込まないとね。はい、そしてね、ちょっと私の部屋の方にやってまいりました。これはね、ちょっと廊下なんですけども、結構薄暗いですよね。この環境からだとね、ちょっとやっぱノイズは入るようです。すでについてたからこれ、このね、廊下にずらーっと並んでるのがね、去年ちょっとネクストアップに参加した時に、60万円分の機材が提供してもらえると。で、選んだ商品がこれですね。まあ、ちょこちょこ撮影でも使ってるんですけども、まあね、全然実は紹介してないんですよ。まだ機会があったら紹介したいと思います。はい、そんでね、おじさんのところにやってきました。ちょっとね、今回紹介するのはこちらです。そう、うちのアイドル犬ギーズモさんですね。こんにちは。ちょっとね、ご主人がいないから元気がないですね。いつもはね、もうちょっと元気です。お、眠たいんだね、ごめんね。眠たいね、うん。はい、これはね、おじさんが育てる観葉植物。かわいいね、どれも。これは防水スマホだから、こういった映像も簡単に撮れます。わーっとね、てな感じでございます。結構ね、水中の中の映像を撮るのにはいいかもしれませんね。ただね、あんま過信は禁物ですけどね。さてね、いかがだったでしょうか。これがね、晴れた日だともうちょっと良くなるかもしれません。あと屋内の映像、暗いとね、どうしてもノイズが乗ってしまうんですけども、それでもね、まだマシな映像ではありましたよね。こんなね、小さなカメラでね、結構頑張ってくれるものです。あとね、気に入ってるところは、これがね、カメラ画面なんですけども、ここでね、インカメラ、ほんでアウトと選べるようになります。で、面白いのはやっぱこれですよね。写真ボタンで、下に、ね、独立して録画ボタンがあります。これは結構使いやすい。ほんでね、今回紹介しなかったんですけども、いろいろね、モードがあるみたいです。まあ、ざっとこんな感じ。シーンセレクションだとか、スイング、パノラマスね、いろいろあります。いやね、もう完全にね、私が持ってる Galaxy S3 よりかね、綺麗です。これは間違いない。やっぱスマホってね、ただ単に電話とかメールするだけのもんじゃないとは思うんですよ。やっぱ普段ね、一番気軽に持ち歩くデジカメっていったところですかね。前にも言ったんですけども、これ母ちゃんにプレゼントしたやつなんですよね。なのでね、これから母ちゃんがこれを使っていろんな思い出残してくれると嬉しいなと思います。そしてね、今回 Xperia Z での動画はこちらで紹介しましたけども、写真の方は別途私のブログにて紹介しております。もし気になりましたらね、下の URL よりご覧くださいませ。以上、 Xperia Z のカメラ紹介でした。